今日ちょっと時間なくてかなり飛ばしてきたので息が荒れてお聞き苦しいかもしれないですけど、今しんどい。あれはだから先週の金曜日の動画かな。で、見て、あんまりにも夜間がぐちゃぐちゃなんで、ちょっとこう、調べてたんですけど、YouTube で見てると、かなり綺麗に撮ってはる人がいて、同じカメラで。まあ、アクション4ですね。これはちょっと、僕のせいやなと反省しまして、今日は夜どこかで撮ってみたいなと思ってます。お、今日の二条山なんかかっこいい、神々しいことになっています。なんか輪っかがあって、こういうのもなんか日々残せるといいかもしれないです。とにかく夜動画頑張りたいと思います。今日もちょっと行きますね。向かって思います。また歩いて向かっています。まあ、歩いていくのには、散歩、どうせ似たような時間かかるんで、まあ、最高です。で、今日は、これ4K60P で撮ってるんですけど、朝は 4K30P の、ホリゾンタルバランスングで撮ってたんですが、それをちょっと変更して、4K60P のホリゾンタルバランスングで撮ってます。で、調べたんですけど、まあ、僕の設定が良くなかったです。露出シャッタースピードですね。それをマイナス 0.3EV とか、にしてたんですよね。そうすると、シャッタースピードとか露出とかをそれに合わせようとするっていうんで、多分ブレが生じたんではないかという想像をしてます。なんで、それを今回ちょっと、100から8000やったかな。なんかそれに変えて、で、ISO の方も100から12000円とかか、に変えてみました。あとはシャープと、ミントショップ。この間ミントショップの前通った時に喋ってたら、64年って言ってたけど、74年ですよね。50年前、150年前ってことは、1874年ってわけで、まあしっかり明治時代も始まってましたよと、計算ミスでしたということでしたが、恥ずかしいけど訂正するの忘れてました。そういうことで、今回ちょっと、設定を見直す、まだ昼間なんでちょっとわかんないんですけど、夜にもう一回撮ってみたいと思います。電池があと 3% しかないから充電しないと。ということでまた後で。さて夜になりまして、打ち合わせ終わって撮影してますが、どうでしょうね。ちょっと早歩きとか。
寒いですね、なってきたな。はい、なんかどうしよう、あの両方のとこちょっと携帯でプレビュー見たんですけど、めっちゃ綺麗でびっくりしました。さて、さっきは結構綺麗に撮れてたんですけど、今度はちょっとまた別のところで試してます。さっきよりは光がないところなのでどうかなと思うんですけど、はいはい、どんな感じですかね。かなり暗いと思うんやけど、ちょっと楽しみですが、まあしかしこんなことでなんていうのか、こう、なんかやっぱり使い込みが足らんなと本当思います。はい、続いて自転車試してます。どうかな、ね、低照度なんとかとかいうモードがあって、それは多分 4K60 とかでは撮れないんですけど、発売1年以上経ってこんなこと言ってる人ほんまおらんよな、きっと。ということで、テストは大体、これね、いいかなっていう感じですけど。多分綺麗に撮れてるんじゃないでしょうか。カスタムメニューと、通常の動画を設定切り替えて、やっていくぜみたいな。普通の日は、普通の日っていうか、日中は普通の動画で、マイナス 0.3 EV ぐらいにしておいて、夜はカスタムメニューも1で、シャッタースピードオートにすると。まあ、これで、多分、使い分けができそうな感じになります。こんな、しかしみんな、使いこなしていいんですかね。まあ、僕の場合はほんと、変になんか、マニュアル進行みたいなのがあるから、それでハマっちゃいましたね。というわけで、やっぱしばらく、リズムアクション法。これでまあ、ええかな。つう感じです。あとはあれやな、遊んでるときに、サクサクっと編集したいように、なんだっけ。iPad で編集できるとかね。ちょっとそういうのを研究したいな。マウスいるな。マイクパッドを。そうなると、キーボードとトラックパッド付きのスマートフォリオやっけ。あれがあったらええなとなるんですが。そこはあるもので、賄うっつうことで。てかやっぱ、iPad のええとこって、もっとパッて使えるのがいいとこやと思うんで、iPad のいいところを活かしつつ、
フットワーク軽く編集をできるようにしたいなと思います。いや、そんなとこで、また明日。